許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているの。あれってニーローが誰かに怒ら…教令院の大賢者みたい。どうして。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教令。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな家臣探査はもともと教令院が開催すべきもので、その席も長年放棄していたのはあっちなのに。見ていられないけど、あなたの言う通り。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味。全ての真実と真理を求める学者たちのために、神はスメールシティという楽園を作った。しかし。そんなことない。家臣様が我々の神。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは、一刻も早くこの馬鹿げた部帰ったら、次のジュニアーナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー、大丈夫か。あ、ドニアザード、今ので、どこか別の場所に行って教令院に見つからないように続けようかな。あ、それか公園を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけで。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすが。うん、じゃあ次もこっそり家から。次、ええ、約束ね。次は必ず成功するわ。